手冷たい。手が冷たいよ。これも置いてね。なんでつけっぱじゃん。私を含む新入メンバーも5人も増え、良いチームワークのもと練習に励んでいます。さて今回のお話は、韓国では有名なフンブとノルブという昔話です。皆さんもご存知でしょうか。僕とお姉ちゃんがツバメの赤ちゃんを助けたところから不思議な出来事がいっぱい起こります。さてこれからお話が始まります。おまに、おまに、チャジンチャリせよ、おまに。ドゥリサイジョッケサラヤハンダ。歩けちおもりおもり。フンブはノルブヒョンジェルナムキゴおもにけそぬんトラガショスヌニダクフエヒョインノルブヌンフモニメチェサヌルホンジャカジルゴフンブカジョグルチベソネチョチャスヌニダフンブヌンノンパッテルハンゲドモンパタアジュカナネジョスヌニダ。アンデンだ、アンデン4人、ノニトン、パチトン、ジョグン、ナムジュセヨ、ホッ、4人アンデン、チョルテルアンデン、エンナルプト、ノンパトル、ナノノノノ、パボムンチョリプリヤ。ウリチベヌン、モグルゴシ、アンゴトオプソヨ。アイドリ、クンコイソヨ。살이든벌이든좀필요해주세요우리가내년만뭐그렇게걱정돼 엄마이거봐시끄러이겨우와그러지마 아버지가게임피니까아이들이고생하지열시간에열심히일하구나형여보가요언니자주먹밥이야먹어後ろはね消しておいていいんですよ前だけつける試してダメだったらまたやれるよ。つけっぱでも構わない。
채비가 둔지였어 들어줬어 괜찮으라 사 아지겠다 안돼 그래서 하잖아 아버지 어디야? 아기 제비가 떨어졌어요 어디? 오 다리를 다쳤구나 거기 있는 나뭇가지를 가져와봐 네 여기요 자 이젠 끝났다 와 다행이다 제비들도 기뻐하는 것 같아요 배고파 배고파 제비 가족은 고맙다고 인사를 하고 따뜻한 나무 쪽으로 날아갔습니다. 그리고 다시 봄이 되었습니다. 아버지! 아버지! 뭐냐? 작년에 우리 집에 있던 제비가 다시 왔어요. 어디? 어디야? 여보, 제비가 땅에 뭔가 떨어뜨렸어요. 아, 오, 이건 박씨야. 먹을 수 있어요? 아니, 먹을 수는 없어. 이거로는 바가지를 만든단다. 저기에 심어보자. 심어보자. 심어보자, 심어보자.
소식을들은얼굴은훈부의재산을보고놀랐습니다그리고집으로달려왔습니다우리집주마빌트노집이둔지가있지야작대기로가져오거라아버지여기요이거로집이새끼로떨어뜨리겠어아니집애가떨어졌어요이집이새끼일이지요뭐하는거야보면알아이걸로다리를부러뜨리고그러게아버지그래서이다리를치료해주는거란다에야이렇게하면자날아가구나마다에도제비가박씨를떨어뜨렸습니다잘됐다잘됐다이박씨를심자심자우와심어보자심어보자심어보자
最直結ちねよ。見やねよ。自分たちフリフリちゃん持ってつまよ。けんちゃだよ。けんちゃだよ。いかがだったでしょうか。行いのいい人も悪い人も勉強になったかもしれませんね。それでは我々演劇サークルメンバー紹介をいたします。まず本部家族どうぞ。ナレーターどうぞ。日高です。照明担当どうぞ。清水です。次に脚本と音響担当どうぞ。中島です。それから記録係の前田でございます。最後になりましたけども、我々演劇サークルをここまで導いてくださいました、総監督イ・ジュン孫仙人です。非常に怖い先生の方でうまくいくように頑張りました。皆さんありがとうございました。